中年オタッキーです。まあ通常の動画に、戻って一発目の動画ですね。令和2年、どの動画から行こうか悩みました。和孝さんから預かってる、コニカワンですか、もう上がってるんですけども、まあそれを急ぐかアクロス2を急ぐかということで、まあ一応視聴者様が、まあ、待ってると思われるアクロス2の動画からスタートします。それでは本編スタートしてまいります。はい、アクロス2なんですけどね、一応このカメラを使って撮りました。キャノンニュー F1 ですね。久しぶりの登場なんですけども、でレンズがね、FL50mm 今ついてる FL50mm で F1.8 初期、和製ビオタってやつと、あとFD50mm F1.4 SSC っていうのを、使って撮りました。でまあ早速ちょっと作例を見ながら紹介していくんですけども、FL50mm で撮ったやつだけ下に字幕で FL50mm F1.8 って書いてるんですけど、なんか前評判ではハイコントラストになる、ということですけども、ご覧いただいてどうですかね。結構ね、あの光が強いハイライトシャドウある、場面で撮ったつもりの、まあハイコントラストに仕上がってるものも、若干仕上がってるのもあるにはあるんですけど、まあそこまでカリカリにハイコントラストではないように思えます。見た感じですね。で、あの以前からあの何人かの方が、視聴者様の方が写真を送ってこられてますけど、まあどれも似たような感じです。で今回のその写真は、一応適正露出では撮っておるんですけども、全体的にね、あの絞りを絞って、撮ったものが多い。まあレンズのね調子を見る写真ではないので、全体的に絞りを絞ってます。で、現像レシピがね、富士のスーパープロドールを、50% に希釈した液で、22度6分だったかな。で、停止液を加えて、停止させた後に、富士フィックス L やったっけ、で、10分間、定着させたものになりまして、スキャナーがエプソンの、GTX900、で、6400DPI か。で、モノクロスキャンしたものになります。で、まあ、調子としてはね、その、まあ、あの、実はまだ、旧アクロスね、旧アクロスを同じシチュエーションで、こっちのカメラね、QF1 の方で、旧アクロスは QF1、で、撮影してるんですけど、ちょっとまだ撮影が終わってなくて、比較の動画はまた後日になるんですけど、見た感じそんなに変わってないような気がするんですね。まあ、あの旧アクロスよりは若干ハイコントラストなのかなと。で、仕上がった調子を見るとね、その剣と目アにも似たような気がするんですね。で、製造元なんですけども、どうやら日本で作ってないというか、絶対日本で作ってないですね。あのパトローネ、ちょっとパトローネ持ってくるの忘れたんですけど、パトローネに UK って書いてあるんですね。 UK ユナイテッドキングダムということで、イギリスで作られてると。で、イギリスでねフィルム製造してるっていうのはね、ケントメアとイルフォードぐらいなのかな。これなんて言うんだろう、ハーマンっていうか、ハーマングループ。まあ、ケントメアもね、ハーマングループに吸収されてて、基本的にイルフォードと同じ会社なんですよ。で、その、OEM 供給されてるのかなって一瞬思ったんですね。100のモノクロフィルムって言ったら、イルフォードはデルタ100。で、あとはケントメアの100なんですけども、ケントメア100はね、乳剤が古いタイプになるんですよね。T 粒子じゃない。で、デルタ100は T 粒子なんです
けどね。で、アクロスはもともと T 粒子で、おそらく T 粒子で作られてるもと思うんですね、アクロス2も。ただ、デルタ100に比べたら多分コントラストが、若干柔らかいと思うんですね。まあ、これ今日のね、今話してるのはね、完全に推測になるんですけども、手触りとかから言っても、ケントメアではないです。ケントメアはもうちょっとザラッとしてる。で、旧アクロスと比べると、旧アクロスの方が、ピカピカなんですね。旧アクロスに比べると、新しいアクロスの方が若干ザラついてるように見えます。もうほんのちょっとですけど。そんなわけで、ハーマングループが、ハーマングループって読むのかどうか知らないけど、ハーマングループが製造していることは製造しているんですけども、富士独自のレシピではないかなと推測します。使い勝手としてはね、まあ、一本ね、取って、通常の現像をしただけなんで、まだわかんないです。増刊したらどうなるのか、減刊したらどうなるのかとか、露出オーバーでバリバリ撮ったりとか、露出アンダーでバリバリ撮ったりとか、そんな、あんまりテストしてないんで、使い勝手としてははっきりわかんないんですけども、少なくとも言えることは高いんですね。値段が高いです。で、むちゃくちゃ良かったらいいんですけど、僕自身の目から見るとケントメアの100とそこまで差がないんですね。まあ、粒子はそのケントメアよりはいい調子に見えますけども、そこまで大きな差はないということで、僕自身はね、そのケントメア100を長巻きでフィルムローダーで切って使ってますんで、1本300円ぐらい、36枚撮りが1本300円ぐらいでできるんですよ。で、アクロス2はね、通常買えば1本1040円なんですね。ちょっと高くてね、いろいろやる気にならないんですね。ちょっとあまりにも高すぎる。結局、まあ、舶来品に値段を合わせたというよりは、舶来品なんでこの値段にせざるを得ないのかもしれないですけど、せめてね、10本パックすると2割引きとか、そういうのが欲しいですね。いろいろ遊ぶ気になる値段ではないような気がします。特にね、僕みたいな、あまりお金がない人間にとっては、もうちょっと遊ぶ気にならないですね、いろいろやって。で、ぶっちゃけた話、今後もあまり買わないと思います。もう一本ぐらい買ってね、ケントメアと調子を比べてみるのも悪くはないんですけども、まあ、素直にね、富士フィルムがモノクロを販売を継続するってことで、まあ、素直に喜べばいいのかもしれないですけど、まあ、イルフォード、まあ、ハーマングループが製造している、おそらくそうであるということで、まあ、ね、製造をやめるって可能性もちょっと低いのかなって思いますし、まあ結局ね、最終的にはこれ、もしかしてカラーフィルムも向こうの製造になっていくんじゃないかなって今チラッと思ってますね。富士どんどんフィルムの製造をね、縮小して、もうこの間スペリアヴィーナス800もとうとう、なくなるという話になりましたけど、どうなんですかね。ちょっと時代的に仕方がないといえば仕方がないんですけども、その以前のアクロス、旧アクロスの3本パックでも僕はちょっと高いなと思ってたぐらいなんで、1本1040円のモノクロフィルムをバンバン使う気にはちょっとなれないです。まあ、そのためにね、フィルムローダー。まあ、アクロスが製造中止になるって発表された段階でも、これはコストを下げるためにっていうんで、フィルムローダーを購入して今に至るんですけど、まあ、そんな感じになりますね。残念なことになりましたけど、まあ、今日のね、フィルム紹介になりますね。フィルム紹介はこんな感じで。まあ、ちょっとね、同じレンズ、FL で、同じ露出で、
この写真、このカメラ、QF1 でも撮ってますんで、この QF1 の旧アクロスが取り上がったんで、また比較動画を上げようと思ってます。はい。では、ここからはね、いつもの、視聴者様の写真の紹介に入ってまいります。一番最初に、ジンさんの写真からいきますね。ジンさんの写真、1枚目がモノクロで、マミヤの M645、1000S、アクロス2、ブロニーのアクロス2で、6×4.5 ですね、645なんで。で、2枚目がヤシカマット124G、ベルビア、富士クロームベルビアの RVP50 ですね。6×6、スクエアの写真になってます。で、スクエアの写真の方、ちょっと、まあ、ベルビアのね、使ってるということでね、見ていきます。アクロスの方の紹介もいいんですけど、アクロスはね、ちょっとやや柔らかい調子で撮れていい感じで。この、ベルビアの写真なんですけどもね、レンズにちょっと太陽が入ってしまって、てるんですかね、いい色が出てるんですけども、やっぱこの時代のレンズで太陽が入ってしまうとちょっと厳しいものがあるのかなと思ってます。色自体はね、素晴らしくいい色が出ておりますね。惜しいですね。なんかどうにかしてこう太陽をこう遮る方法があればよかったんですけどね、いい写真にはなってますね。はい、ジンさんの写真でした。次に、369モノクロームさんの写真です。カールツアイス、CBiogon 21mm F4.5、イルフォードの HP5 で撮っておられるということなんですけども、やはりイルフォード、非常にハイコントラストになってますね。これ、強い光は当たってないように思えるんで、やっぱイルフォードのフィルムはね、かなりコントラストが高いですね。子供がね、自転車、なんか追っかけっこしてるような感じで、楽しい雰囲気。これ外国ですよね。どこなんだろうな。説明なかったかな。ないな。貴重な海外のね、写真ということで、369モノクロームさん、ありがとうございます。次がですね、ミッシェルさん、の写真な作品になります。ミッシェルさん、2枚とも同じで、ニコン F3 i レベル、AIS50mm F1.4、富士クロームのプロビア100、で撮られているということで、ちょっと2枚目の方ね、池のね、なんていうんですか、渡り石に、家族が楽しそうにね、いる写真ですけどもね、若干ね、風景寄りになって、人の写真はね、露出オーバーに、若干露出オーバーになってる。これはこれで僕はいいと思います。その理由としては、楽しそうに、より楽しそうに、明るく写ってるんで、より楽しそうに見えますし、森の風景がね、色鮮やかに写ってるんで、これはこれでいいと思いますよ。はい。露出ね、うんぬんと書いてありますけど、久しぶりにポジで撮って、っていうの書いてありますけど、かなりいい感じでこれ撮れてると思います。新潟の石油を中野手のお庭らしいです。僕もちょっと行ってみたいですね。ここ素晴らしいですね。はい。ミッシェルさん、ありがとうございます。次はね、フリーマンさんの写真。フリーマンさんね、YouTuber で、以前もね、紹介させてもらったんですけど、非常に面白い動画をアップされてます。これ EOS 5で撮ったっていうことだけ書いてあるんですけど、EOS 5D なのかな、ちょっとわからないんですけどね、これ地面にね、もみじがぶわっと、散りばめられたし、もうね、このフリーマンさんの写真、毎回思うんですけどね、もう、クロートの匂いがプンプンしますね。もう、計算された写真が多いです。なんていうんですか、もう僕のレベルを完全に超えてしまってるんで、なんとも言いようがないんですけど、素晴らしい写真としか言いようがないですね。で、色温度をね、ちょっと触ってる。で、2枚目の写真、ね、1枚目の写真ちょっと見せてますけども、色温度をちょっと触って、色温度上げてあるのかな、これ。で、2枚目の写真は、色温度変更でコントラストを少し変えているということです。はい。フリマさん、ありがとうございます。で、次は、野良旅人さんの写真。野良旅人さんね、この間、私のカメラプレゼントでね、当選
したということで、早速ねそのカメラで、写真を撮って送っていただきました。1枚目、ミノルタ AL フィルムがコダックのゴールド200、あの送ったフィルムで撮っていただいたんですね。でね、あえて太陽を入れたということで、やっぱりねそのちょっとレンズの状態もそこまで良くないんで、フレアが広がってます。で注目してるのが2枚目、これねミノルタ XD、MD50mmF1.4 ベルビア100で撮られているということなんですけど、やはりミノルタすごいですね。赤が出てます。赤が出てるしね、空のマゼンダかかった色も印象的ですね。ミノルタのレンズやっぱ色出ますね。これこの写真見てはっきりわかります。素晴らしい写真になってますね。ちょっと僕もミノルタで、カラー撮らなきゃ、とりあえずカラー撮らなきゃいけないな。モノクロばっかりに最近なってるんで、まあ、お金がないっていうのもあるんですけどね。野良旅人さんありがとうございます。次に落合さんの写真が2枚、1枚目がねこれね金環日食らしいです。金環日食2019年12月26日でね、ISO200 で 300mmF6.7 40分の1秒、ほんで、ND フィルターを2枚使ってるのかな、機材は同じ、で2倍デジコンで画像拡大されているということです。で紹介している次の写真のね、月の写真ですけど、オリンパス EM53、MZ1個デジタル 7530F4.8 から 6.72 で手持ちなんですね。これね手持ちで撮ってて、ISO200300mmF6.7 250分の1秒で月の写真って撮れるんですね。これローで撮って、再度上げ、明るさ上げてるんですかね、よくわかんないんですけども、なんか天体写真はね得意中の得意ということで、これ見事に撮られております。実はね天体写真も撮ったことないんで、こんな写真撮りようがないんですけど、オリンパスのね、デジタルカメラということで、ほんで 75300mm、これ換算距離倍になるんで 600mm ですか、素晴らしい写真になっておりますね。落合さんありがとうございます。ちなみにこれ、日本の月ではないです、意味が分かんない人もおるかもしれんけど、落合さんラオスで撮られておりますね。はい、次に、夢旅人さんの写真作品に行きます。夢旅人さんの作品2枚、カメラがねなんと、オリンパスのイズム300、30mm から 105mm のレンズが搭載されているもので、フィルムが富士カラー100ですけど、これ以前もね2つほど紹介しましたけど、ブリッジカメラの類になりますね。でこれ2枚目の方を紹介しますけども、このねまあ、森の緑もそうなんですけどね、橋の欄干の赤、これものすごく綺麗に出てると思いませんか。この光沢もねすごく、このオリンパスのブリッジカメラねバカにできないんですね。なかなかいい写りします。でまあちょっと話はそれますけど、先日ね神戸のカメラのなにわ神戸店に行った時に、フィルムカメラを貸し出ししますということで、そのフィルムカメラ貸し出ししますので1台にオリンパス L1、 以前紹介したオリンパス L1 がありました。このねブリッジカメラ、オリンパスのブリッジカメラね、なかなかの写りしますんでね、まあイズムもそうですけど、オリンパス L シリーズもそうですが、いい写りしますので、チャンスがあったらね使ってみるのも悪くないと思います。夢旅人さんありがとうございます。次に一都市級さんの写真を紹介します。2枚ともね、オリンパス OM13、を購入して、そのテスト写真ということでテスト写真の2枚になりますが、1枚目がね50mmF1.8、 2枚目がね随行と W の 28mmF3.5 で、まあ1枚目のそのこれ椿の写真を紹介していきますけども、やはりねそのオリンパスのその OM システムのレンズらしく柔らかな調子で撮られておりますね。これ花の写真とかね、ポートレートとかを撮るのにはなかなかいいレンズだと思います。でこれフィルムがなんだっけ、コダックゴールドなんだ、コダックゴールドですね。コダックゴールドの200で、まあ、色はね、その、ミノルタのレンズよりはややおとなしめのようにも見えますが、どのような感じでスキャンしたのかな。まあ、自然な感じですね。すごく自然な感じで撮られておりますので、ポートレートやネイチャーフォト、花の写真とかではかなりね、オリンパスの、
OM システムのレンズはいいような気がしますね。その、10シリーズとかね、そのトリップとか、そのレンジファインダー機のそのレンズと、なんか正反対のね、性格を持っている、ちょっとオリンパス、面白いですね。ありがとう。一度支給さん、ありがとうございます。今日の写真紹介は、こんな感じだったのかな。こんな感じですね。はい。今年もね、いろいろと、視聴者様の写真もね、次々と紹介してまいりますし、またね、僕が撮った写真もいろいろ紹介するんですけども、今ちょっといろいろが進行してても、自分の中頭の中でもぐちゃぐちゃになってるんですけどね、次回の動画は、和孝様からお預かりしておる、コニカ1の、紹介になっていくと思います。なかなかいい写真が撮れたんですけども、一番これ良かったなっていうところでね、多重録音の失敗とかやしてて、ってちょっと後悔が残る、テスト写真、テスト撮影になりましたけど、なかなかね、こんな古いカメラでこんな写真撮れるんだって、あと面白いカメラです。まだ交互期待ということで、今週アップできればアップしたいと思いますが、仕事の都合でアップできないかもしれないので、その時はまあ勘弁してください。今日の動画はこの辺で、まだ次の動画をお待ちください。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録していただけたらと思います。で、ちょっとツイッターではつぶやかせていただいてるんですけども、右膝を壊しまして、ちょっと苦戦中です。原因は分かってるんですけど、バイクのレース昔してたんでね、膝壊してて、最近仕事が楽になったおかげで筋力が落ちてね、痛みが出だしたという感じで、トレーニングしなきゃいけないみたいです。トラックの中でね、いいトレーニング、できる方法誰か教えてください。なんかビリビリマシン買ったらいいんじゃないかって自分でも思ってますけど。まあ今日の動画はそんな感じですね。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、また次の動画までお待ちください。それではさようなら。